子さんのご主人は台湾人の方って伺ったんですけども、はい、どういうきっかけで旦那様とお知り合いになったんですか？はい、大学の時に私はあの手話サークルに入っていたんですけど、はい、そこに、まあ、彼の方が年は上なんですが、はい、後から後輩みたいな形で、はいはい、兵役があって、はい、兵役があってその後日本語学校に通ってそれから来たので、留学されてたんですか旦那さんが？そうですね、日本に留学に来ていて、なので、まあ、後輩みたいな感じで手話サークルに入ってきて出会いました。へえ、うん、手話サークル手話サークル手話ってあの手で言葉を表現する。そう、手話サークル、はい、そうです。手話はどういうきっかけでやろうと思ったんですか？手話は、はい、あのもともとこう福祉関係とかボランティアとかに興味があって、はい、あの面白そうだなと思って、はい、手話って私全然知らないんですけど、はい、なんか挨拶とか教えてもらってもいいですか？はい、いいですよ。どういうものがあるんですか？台湾でやると結構笑われるっていうか、はい、びっくりされるんですけども、はいはい、日本の方ってこうやってお辞儀をして挨拶するじゃないですか。普通の挨拶的に、はい、そうです。なので、はい、あのこれが挨拶、人と人がこう向き合ってお辞儀をするなんですね。人と人が向き合ってお辞儀をする。そうです、ドコンとこう、はい、で、おはようの場合は枕でこう寝てて、はい、起きて、で礼をする。これがおはよう。そう、おはようです。おはよう。そうです、おはよう。そんな感じです。こんにちははどうやってやるんですか？まあ、日中の挨拶ですから、はい、指をこう重ねて、はい、ちょうどこうお昼12時ではなくて、ニンニンじゃないですね、ニンニンじゃないですけど、まあこれがお昼みたいな。でお昼の挨拶でこんにちは、こんにちは、そんな感じで、こんばんは、こんばんは、はですね、はい、あのこう日が暮れて、ご挨拶、はい、ご挨拶、はい、こんばんは、そうです、おはようございます、こんにちは、うん、こんばんは、あ、そうです、そうです、そうです、上手です。おー、楽しいですね。楽しいです。ここに絵を描くようにやるんですね、うん、さっき台湾でびっくりされるって言われたのはこの動作ですか？そうですね、もしかして、はい、なんかちょっと気づいちゃいました。これはちょっとなんかね、こちらではなくなってしまうみたいなね、ちゃうちゃうって言うじゃないですか。そうそうそう、言うじゃないですか。そうか、でも日本ではこれが手話で、うん、そう、しかもこんなにしっかりとお辞儀してる。そうそう、ね、なんなら本当にそうです、すごい礼儀正しい挨拶、はいはい、そうですね、はい、だからびっくりされます、でじゃあ日本語とその台湾で使われている中国語で同じ、はい、あの動作をする手話ってどういうのがありますか？はいはい、私は台湾で正式に習ったことはないんですけれども、はい、まあ、ちょっと本を見たり教えてもらった中で聞いたのは、うんうん、あの血筋が通っている男の人でお父さん、お父さんっていうことはパーパですね。で血筋が通ってるお母さん、女の人で、そうですね、血筋が通ってる女の人でお母さん、それがお母さんとまあまあですね、まあまあ、そうですね、まあまあっていうのを、はい、とかなどなど、あとは日本はちなみにこういう長い列島なので日本列島を表して日本、日本はこれなんですか？そうなんです、そうなんです、面白い、そうなんです、日本、はい、で台湾が可愛いんです。台湾は何なんですか？台湾は、はい、あの暑いので、はい、サトウキビが取れるじゃないですか、はい、サトウキビ畑ありますね、うん、なので、はい、サトウキビをシュートメなんかも昔よくこうやってかじってましたけど、はい、そのサトウキビをかじる仕草が台湾なんだそうで、これが台湾なんですって。可愛いですね、はい、トウモロコシとも聞いたんですけど多分サトウキビだと思います、うん、なんか何人かによって何かを食べてるのはいろいろ説があるけど、おそらくとにかく食べてる、サトウキビをこうかじるみたいな、こういったちょっと口を開いてこうちょっと手をグリグリってやるのが台湾。台湾可愛くないですか？可愛いですね。でも台湾美味しいものがいっぱいあるから、なんかぴったりの手話ですよね。そうですね、なんかすごい腑に落ちました。腑に落ちますよね、納得、うん、台湾大好き、あ、完璧。可愛い、そうそうそう、楽しいですね。楽しい。でもそんな手話を一緒に勉強したのも旦那さんと仲良くなったなんかきっかけの一つではありますか？うん、あ、そうですね、そこが出会いの場だったので、はい、そこでだんだんと仲良くなって、そうですね、言葉が通じなくてもみたいな。そっかそっかそっか、そうなんですけどね。え、最初言葉は？いや、あの向こうもあの日本語学校出てるので、まあまあ、そうか、日本でお知り合いになったから、ね、やっぱりお二人は最初は日本語で、そうですね、むしろ私は中国語はゼロだったから、そうですよね、うんうん、あのトイトイトイっていうのがなんか鶏の鳴き声みたいだな
思ったりとかしてました。トゥイトゥイトゥイ、はい、トゥイトゥイトゥイ、最初に習った時はちょっと面白くて、はい、口ずさみたくなる言葉ですよね。そうですね、はい、アイヤーとかなんか変なのとか思ってましたけど今もう慣れて、はい、なるほど、うん、そうやってあの仲良くお付き合いをされていく中で、うん、結婚っていうのはどういうきっかけで思い立ったんですか？まあ、あの結婚する人かなっていうふうに、まあ、まあ自然な感じ で、うん、で幸いあのよく聞かれるのが国際結婚じゃないですか、はい、マリコさんもそうだけども大丈夫だったみたいな友達に言われるんですけど、うん、幸い両親ともそこであの全く海外の人だからダメみたいなのはなくて、うんうん、だからあの本当に理解のある両親で感謝っていうのが一つですね。で、まあ、結婚の前に実は同棲をしていたんですけど、はいはい、まあ、自然の流れでいいかと思って、うん、で私はお仕事をしていて、でその時は幼稚園で働いてたんですね。ああ、幼稚園の先生されてたんですか？うん、そうですね、はい、子供が好きで、はいはい、で、まあ、その近くに幼稚園の近くに住んでますから彼と、はい、うん、スーパーとかで会うじゃないですか、お母さんとか保護者の方とか、あ、うんうん、幼稚園の生徒さん の、 あの保護者の方、そう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 、ご両親とスーパーで会ったりとか、うん、そうですね。で、まあ、普通にしてたんですけど、うん、なんかこうちょっと園長先生に、はい、ちょっとどうなのって言われて、はい、そのまだ結婚前なのに一緒に暮らしてどうみたいな、もうずいぶん前の話ですけど、あって、そっか、結婚しちゃいなさいみたいな園長先生のプッシュがあり、分かりました、はい、やっぱ台湾だと結構あの学生時代からルームシェアで友達と住んだりとか、はい、まあね、誰かと部屋をシェアして住んだりとかする文化が、まあね、そうですよね、結構お付き合いを始めたら、うん、自然と一緒に住んだりするカップルが多いかもしれないですけど、うん、はいはい、日本は割とそこはちょっと台湾とは違う部分が、もしかしたら、まあ、あの時だったからかもしれない、今はもしかしたらね、もっとオープンで変わってるかもしれないですけど、結婚前に一緒に住んだ方が、はい、その生活が合うかどうか、そうそうそうとかね、やっぱ試したいっていう気持ちもありますもん ね、 ありますよね、いきなり結婚して一緒に住んで合わなかったらどうしようっていうのもあるから、そうそうそう、まあ、同棲した方がいいっていう人もいると思うけど、はい、でもやっぱりすごい保守的で、うん、やっぱり同棲は結婚するまでダメよみたいな考えの方もやっぱいらっしゃって、ね、はい、やっぱいらっしゃって、まあ、そういう言葉がやっぱ気になって、うん、多分私も気になったんだと思うんですね、そういうふうに言われて、だから、はい、わかりましたみたいな感じでそういうきっかけだったんですか？はい、わかりました、ね、でもそれをその園長先生から言われて、うん、そのまま、まあ、結構そのまま、あの、じゃあどこで、はい、そうですね、式あげるみたいな話になって、あ、でもなんかプロポーズとかは ありましたけど、はい、その前にもちゃんとあったんですけれども、はい、あの式をあげるとか、はい、席を入れるっていうのはもうちょっと先かなと思ったんですけど、実際にその、はい、そういう、そうか、もう、はい、もう結婚を前提に一緒に住まれてたけど、はい、そうですね、もうその園長先生の言ったことで、うんうんうん、もうすぐそのスピードが早まったというか、すぐ決めて結婚に向かって進んでいったっていう感じです。そうですね、はいはい、なるほどね、そっか。でご結婚されて、はい、で台湾に住むっていうのはいつぐらいから考えられてたんですか？まあ、あの結婚を決める時からもともと夫はも帰りたいって、いずれは台湾に戻りたいっていうふうに言っていたので、はい、あ、そうなんだと思って、はい、そっちかと思って、自分の中で少しずつ準備を、心の準備を、はい、でもやっぱり結婚、うん、旦那さんとするって決めた時に、うん、いつかは台湾に住むのかしらみたいな思いはありましたか？うんうんうん、そうですね、はい、で実際にはっきり住むよっていう、戻るよって言ってたので、はい、そうなんだと思って、うん、自分も慣れたいじゃないですか、突然だと困るから、はい、なので、それまで旦那さんと知り合うまでは台湾には行ったことはありましたか？ないです。どこにあるのかも知りませんでした。台湾って何どこみたいな感じで、はい、うん、旦那さんと知り合われてから、そうですね、はい、旅行に遊びに行って、はい、いろいろ彼のお友達に会って、全然言葉わかんないとか、バイク何これみたいなとか、はい、いろんな驚きとか面白いことがあって、はい、うん、でももう将来住むんだっていうのも知ってから見る台湾は、その前の旅行の時とは確かに違います。どういう風に違いましたか？うん、そうですね、うん、なんかあのできるだけ台湾の、あの、なんていうのかな、生活に早く溶け込みたいってすごい思ったので、あの、なるべく台湾の方どんな風に生活してるのかなっていうのを、姑、まあの姿を見たりとか、はい、お友達の方のを見て、 そうですね、それをやろうって思いました。住むってなってから、うん、やっぱりなんか、うん、
ね、市場に行ってどうやって買い物するのかなとか、そう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 、本当に本当に旅行だったら、ね、なかなか素通りしてしまうところとかもちょっと見たくなりますよね、はい、生活ですからね、生活ですからね、はいはい、それはあります、じゃあ全然なんかもう覚悟があってもう心の準備をずっと、少しずつ準備することができたっていうのは、まあ、その方向性を教えて先にね、教えてもらったのでありがたいななんて思っておりますけど、じゃあ全然異国で生活する不安とかはあんまりなかったですか？不安がなかったわけじゃないと思うんですけど、まあまあハッピーに始められたかなとは思います。すごいもうしっかり心の準備できてですね。で、台湾の方もすごい優しいですし、はい、友達が日本語がちょっとできる台湾の方とかを紹介してくれたりして、そんな中でがっちりこうそういう方にサポートしてもらいながら、あの暮らしてましたし、はい、夫の家族もすごくいい人たちなので、そっか、はい、なんか台湾に来てからなんかすごく印象に残ってる出来事とか、地元の方との触れ合いの中で、いっぱいいっぱいあります。特に今おっしゃった、市場、伝統市場なんかでは、もう毎日が発見というか、伝統市場に買い物に行かれるんですか？行きます行きます。いろいろ行くんですけど、スーパーも行きますけど、伝統市場はあの、まあ、野菜を買いに行くところでもあるんですけど、元気をチャージしに行くところっていう感じ。元気をチャージ、はいはいはい、買い物の時に、みんな元気じゃないですか、で、あんなのもありかこんなのもありかみたいな感じで。どういうのですか？驚いたのは例えば、あのティーコアイエ、あのお芋の葉っぱ、さつまいもの葉っぱですね。そう、さつまいもの葉っぱが台湾ではよく食べられるんです。美味しいですよね、とても栄養があって、でそれは美味しいので好きなので買いに行くんですけど、あるおばさんが売ってたのがすごく美味しくて、でそのおばさんからよく買ってたんですね、でしばらくしたらいつもいたんだけどいなくて、どうしたのかなと思って、でしばらく経った後に行ったらいたから、あどうしたのってお話ししたら、いやあの旦那が病気になって入院しちゃってさ、ははは、みたいな感じで笑ってるんですよ。本当はあなんかお気の毒と思ったんだけど、ものすごく明るく笑ってて、へえってちょっとびっくりして、でもまた人に心配させない明るさで、ね、すごく明るかったんですね、でまたしばらくそのおばちゃんから買ってたんですね、でしばらくするとまたその姿が見えなくて、でまた戻ってきた時にどうしたのって言ったら、あ旦那が亡くなっちゃってさ、はははって笑ってらっしゃってて、私はショックでわーと思ったんですけど、なんて言うんですかね、なんか生きるたくましさみたいな、そっか、なんかね、その時はなんか不思議な感じがしました。その方も絶対ね、もちろんすごく ね、あったと思うんですけど、気持ちはあったと思うんですけど、戻ってきた時には元気にいつもの笑顔で、なんかね、こう表情の表し方が違うなっていうのもやっぱり感じたりしていて、ストレートというか、泣きたい時わーって泣いたりとか怒ったりとか、はははってものすごく笑ったりとか。じゃあもうその方はもうその時はもう完全にもう前を向いて、そうだったと思います。多分ね、いろいろ自分の中でそうだったんじゃないですかね、前向きに、そうですね、もういろんな人が市場にはいらっしゃるので、なんかそれぞれに物語があるんだなと思って。でもそういうのは本当に自分から話しかけたり、その場に触れ合って、そうですね、ことででしか知り得ないことですもんね。それはそうですよ。マリコさん、私あの魔法の質問というすごく面白いワークショップをやってるんですけど、ちょっとやっ魔法の質問、気になりますね。やってみませんか？やりたいです。じゃあぜひ、連れてってください。お願いします。魅力妻 in 台湾。